国内女子ゴルフツアー、大金キオーキッドレディース、第3日、2日、沖縄、琉球 GC、6595ヤード、パー72、賞金総額1億2000万円、優勝2160万円。写真、猛チャージをかける岩市里。最終組が前半9ホールを終え、西郷真央が3つ伸ばして通算14アンダーとし、首位を守って折り返した。 最後はアウトコースの前半を3バーディー、ボギーなしの33で回った。ただ、2位との差はスタート時点の4打差から3打差へと一つ縮まった。首位と3打差に迫ったのが3位から出た岩市里。スタート時点では同じ最終組の最後とは5打差に開いていたが、前半を5バーディー、ボギーなしの31と5つ伸ばすモーチャージで11アンダーとして後半に突入した。 2位から出た菊池エリカは3位に交代した。それでも前半を2バーディー、1ボギーと1つ伸ばして8アンダーとし、上位2人に食らいついている。4位に6アンダーの2位床5位に1アンダーの木藤桜、6位に4アンダーの山下美優鈴木愛ら8人が追う展開となっている。